マイケル・ドーンはアメリカ合衆国の俳優、声優、スター・トレックのウォーフ役で知られる。テキサス州、ルーリング生まれ、カルフォルニア州パサデナで育ち、パサデナ大学でラジオとテレビの制作を学んだ。いくつかのロックバンドでミュージシャンを目指し、サンフランシスコに移るが、ロサンゼルスに戻っている。テレビの初出演は1978年のテレビ、WEB である。 その際プロデューサーはドーンの仕事に感銘を受け演技の講師チャールズ・コンラットにドーンを紹介しドーンは半年間演技を学んだドーンはその後テレビシリーズ白バイア・ロージョンパンチの役をつかんだ映画での最初の出演はロッキーのアポロのボディーガード役であるドーンの出演作のうち一番有名なものは新スタートレック及びスタートレック ディープスペース9のクリンゴン人の宇宙艦大使館、ウォーフである。同役としては、スタートレック、ディープスペース9の約30年後を描いた、MMORPG、スタートレックオンラインにも出演している。またスタートレックシリーズのファンムービーのいくつかにも出演している。ドーンはいくつかの飛行機を持っている。ドーンの所有機には、古い空軍の T-33 練習機、 シューティングスター F-86 セーバー、ノースアメリカンセーバーライナーがある。T-33 はよくドーンの宇宙船と呼ばれている。ドーンはいくつかの組織に関与している。そのうちの一つは空軍航空機遺産財団であり、ドーンは顧問である。ドーンはヒストリーチャンネルの現代の脅威プライベートジェットの会にインタビューで出演している。ありがとうございます。